劇中では良子亡きあと崔が良子の味のお味噌汁を作るシーンが非常に印象的でしたそこで皆さんにとっての妻の味夫の味とは何ですかというアンケートをさせていただきましたそして出てきた結果を私が読み上げさせていただきますまず、妻のの。料理で一番好きなものこれは同列で3つのメニューがランクインしたんですけど佐藤さんなんか。 想像できそうですかカレーあ、当たりですカレー、肉じゃが、唐揚げ<ー>ああ、皆様、ああ、という <laughs> じゃね、まあお答えられましたからね、皆さんがねなんですけどもはい、ということなんですが2位は樋口さん、なんか 2>, 2位、2位があります1位が同列で3つだったんですはい、カレー、肉じゃが、唐揚げときて2位は 2> ハンバーグ ハンバーグでしょうか。答えはお刺身でした。お刺身 <laughs> 料理なのかっていう。いてない。お刺身？<laughs> お刺身だったんですね。<え>あのはい今度読めいとりますけど<え>会場が事実なんでございます。<え>はい。<laughs> そして、えー、夫の料理で一番好きなものというアンケートには1位がやはりカレーでした。そして2位はなし <laughs> 作ってくれないからという、カレーだけなんですね、男の料理というはい結果になったんですけど、佐藤さん、佐藤さんは奥様の味と言われると、どんなお料理が思い浮かびますか思い浮かばないぐらい、すべてが美味しいんで、うわうわー、なんでもスルーしますから、僕は。 ね、ちょっとそう言わせてみたいですね奥さんたちね頑張りましょうはいそして、ね、樋口さんあの樋口さんはご主人の糸井重里さんきっとおいしいものを召し上がるのも好きなんだろうなと思うんですけど例えば樋口さんにお料理作ってあげたりなんてことはおありですかあの普通の料理はあんまりしないんですねただ甘いものが好きなのであのジャム、えー、あんこ、えー、お正月の黒豆 で、あとカレーです、ね、カレーはうんあの何でもこれ以上なのでジャムももう自分でいろんなあの作り方を考えて干したりオーブンで焼いたりしてもその素材の甘みを出す方法を考えてあの商品化しましたしついに商品化 <laughs> しましたしあとカレーもですねあのいろんなところからあのスパイスを取り寄せて自分であの なんですかミルで弾いてあの自分で調合して香りをかきながらそれをしばらくやっててだんだん自分で作るのが大変になってきたので商品化しました <laughs> それも <laughs> ただでは終わらないですねそ,それいただきました <laughs> そうそうこ,れこうして自分で買ってくださったりも自分で買ったこれどっかで見たら自分がどっかでマーケットで買った カレーに恩返しカレーの恩返しカレーの恩返しんか一味足すといいスパイスっていうの僕料理嫌いじゃないんでこれなんかいろんなもの使いそうだなと思って買ったことがあっすひょっとしてこれのことでしょうかそうですそんなつもりでそして実は樋口さんご夫婦の皆さんにちょっと用意してくださったものがそうなんです今回初めてなんですけど実は新婚の方々に 私やっぱりね、夫婦で何かいいことってご飯をやっぱりおいしく食べれる相棒というかあの私たちぐらいになると私たちの2人の中で順位食事って言うんですけどあの友達だったり他の人と一緒だとやっぱりその。 たあのレストランとかでいろんな話をしなくちゃいけないので肝心の美味しいものが出てきてもあのなんかその味がちょっとその時に味わえなかったりするじゃないですか夫婦だとあの話をしなくてもとにかく食事に <laughs> 集中して <laughs> とにかくでも一人じゃつまらないしというとねやっぱりあの夫なんですよ一緒に純粋にご飯を。 美味ししさを楽しめるっていうのだからなんか今日は本当に新婚さんの方々、ね、ばっかりなので本当に美味しいものを食べ続ければ一緒に食べ続ければなんかそれだけの長続きするというかあのずっとなんか一緒にいて楽しい。 あの生活ができるんじゃないかしらと思ってあの初めてなんですけどなんか宣伝になるようで本当に申し訳ないんですけど今日は皆さんにお一,方一袋ずつあのお土産で持ってってあの作ってみてください。ぜひご主人があの、ね、カレーがが得意のの方が多いのでぜひ 作ってみてください。あの、僕も欲しいです。あ、用意してるよ。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 ありがとうございます。ということで、皆様にプレゼントでいただきました。はい、あの、持っててください。<laughs>